バハラーム二世は、サーサーアン・アサ、第五代君主。先代バハラーム一世の息子である。アラビア文字表記では、バラムと書かれる。三年で先王が亡くなったため、まだ十代前半の若さであった。バハラーム二世は当治の初期には、暴君的であり、主要な貴族たちに愛想をつかされ、そのため暗殺計画が持ち上がりかけたと言われている。 司祭のトップが仲介し、王を説得、行いを改めさせた。そして残りの統治機関は、賢明さと寛容が光ったと言われ、どの階級からも指示を受けたという。バハラーム一世の時には、アルメニア王になることによって納得した、ナルセだったが、自分の名と肖像を刻印した貨幣を独自に発行する。貨幣の発行は、サーサーアン・朝の君主にしか認められておらず。 事実上の独立宣言だった。しかし、ナルセを打つことは容易ではなく、しばらくは放任しておかざるを得なかった。この強力なおじの存在もあって、ー都であるメセネ王シャープールとゾロアスター教のカルティールの二人の力で政権を固めた。シャープールは、長の筆頭であるアルメニアの王をもしのぐハルグベドという称号を与えられ、帝国で第二位の地位を得る。 バハラーム2世が発行した貨幣では皇帝だけでなく王妃と皇太子、つまりシャープールの娘と孫も共に国印された。一方のカルティールは最大の権力を得た聖職者となる。彼は平民出身にもかかわらず大貴族の列に加えられ、帝国全土におけるモーベド県判時、帝国のコチースタフルのアナ・アヒター寺院の管理者、検守官に任命された。 さらに、アフラマズダ神のモーベド、バハラームの魂を救う者という最高級の称号も与えられ、宗教界で並ぶもののない存在となった。282年、ローマ皇帝マルクス・アウレディウス・カルスが、ユーフラテス川を越えて、メソポタミアに復讐にやってきた。バハラーム2世は、東方アフガニスタンの反乱に処するのが手一杯で、これに対処することができなかった。 メソポタミア一帯は破壊、略奪され、セレウキアやクテシフォンもローマ軍によって占拠された。しかし、幸運にもカルスは、落雷によって、事故し。これによってローマは軍を引き、カルスの息子のヌメリアヌスは和を結んだ。しかし286年、ディオクレティアヌス帝は、ペルシア戦争を開始する。ペルシアの領域に抗軍し、アルメニアの王子ティリダティスがペルシアに反旗を、 翻したのを支援するためであった。幾度か戦線を交えた後、アルメニアは自由化され、ティリダテスは独立を宣言した。ティリダテスは彼の治世中、さらなる成功を収めた。ペルシアの二個軍隊を海戦で破り、重要な守備拠点を抜いた。これにより疑いようのないアルメニアの支配者となり、ペルシアによって隔たれていたアルメニアの国境も渡り、 事実上のペルシャ領で象徴的な勝利を収めた。東方情勢の混迷もあって、バハラウム2世はローマ側に非常に有利な休戦協定を結んだ。この協定は軍部の大きな反感を買い、特にアルメニアを死守したにもかかわらずローマ側に西部アルメニアを割上させられることになったナルセを激怒させた。ナルセの勢力を削ぐために、あえてローマ側に 有利な講和条約を結んだとも考えられなくもない。帝国の東方では、バハラーム2世の兄弟、ホルミズドが、サカ、クシャーン、ギーラーンの諸民族を集合して、大規模な反乱を起こし、地世末期まで悩まされることになった。ローマ皇帝カルスの年代記に、ホルミズドは、サカの王、オルミエスという名で登場する。ホルミズドは、自分の貨幣を発行し、 クシャンのシャーハーンシャーという称号を刻んだ。ナルセと違い、ローマという峡国に挟まれていないこともあって、ホルミズドは長期にわたって東方をかき乱すことになる。東方全域を飲み込んだ反乱をようやく鎮圧すると、バハラーム二世は皇太子バハラームを坂の王に任命し、その後間もなく没した。ありがとうございます。